はい、どうも皆さんこんばんはー、こんばんはー。そこにいたんだ。全然知らなかった。はい、ということでね、2月の17日金曜日、本日は気候のかまと店から生放送でございます。かまとの新かまこ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それちゃんと下に隠れられたんですね。はいはい、ね、ね、体がちっちゃいものなんで。なるほどなるほど、すぐ隠れられるんですよね。はい、はい、ということで今日もよろしくお願いいたします。はい、あと山ちゃんこんばんは。こんばんは、眠れています。山ちゃん遅刻か、ごめんなさい。あぞくさん、山ちゃんさん、長崎からこんばんは。こんばんは。あ、こんばんは。山田さん見逃した、すごくショックとかね、また次回見てください。こんばんは。山田さんの予告通り遅刻でしたね。なぜにいつも変わった時遅刻なんだ。山田さん、あんちゃんとあずけ最高でしたよ。こんばんは。山田さん見たかった。今日も隣で寝ている猫が起きる時間だというね。あんちゃん超、あんちゃんポケモンまた始めた、まだやってないですね。鎌田はいつもなんかポケモンなんかアップデートできるんですよね。金銀みたいなね、はい、始まったみたいですね。鎌田はいつも遅刻、それはあっちゃんに聞こないがなくなったから笑う。まさに違う。山ちゃん山田そうで、放送1時間に凝縮って言ってたのに遅刻とは、遅刻しないでって言ってるのに何してんの山ちゃん。今夜のあんちゃんは俺じゃないよ今日は。よかったんだろうな、ありがとうあんちゃん。あっちゃんはこうまた来たよ。あ、山ちゃん早いじゃん今日は。今日3分ですね。山田さんの遅刻宣言してたからな。意外と早く始まったね。山ちゃん、鶴見に早く迎えに来てよ。だいぶ寒くなってきたよ。山ちゃん、少し面白い登場ありがとう。生えてきた。あれちょっと痩せたんじゃない山ちゃん。はい、痩せてますね。ちょっとね。いやいや、だいぶね。だいぶ山ちゃん、ニョキッと頂上か。遅刻なんだからオープニングいらんよ。山ちゃん、お腹すいた空いてないですね。あ、大丈夫。ということでね、告知がね、今日はあるんで。はい、これだけやらせてください。はい、はい、ということでですね、はい、今日から始まりました、はい、東京千葉エリアでですね、はい、ファン感謝デー、はい、行っております。はい、で、なんとですね、気候な東京千葉エリアにおきましてですね、はい、合計1550本の当選本数を、めちゃめちゃ当たりありますから、はいはい、ご用意しておりまして、はい、まあ、蒲田デーにおきましても、はい、明日明後日、はい、15時と19時の2回ですね、はい、ご用意しておりますので、はい、でもちろんですね、明日明後日、はい、まあ1日2回ずつ計4回あるんですけども、はい、4本の、いや5本の1等を用意しております。待って待って、4回で5本あるんですか。はい、そうですね、やばくないですか。はい、当たりそうな気がしてくるもん、それだけで。はい、当たりはしっかり用意してますので、はい、ぜひともね、蒲田店遊びに来てください皆さん、よろしくお願いします。まあ、目玉はね、はい、一応毎日ダイソンが当たるってことで、ダイソン欲しいよね。うん、まあ、今日まずもう1本目のダイソンがついて出ちゃいますか。はいはいはい、はい、あと2個、はい、ダイソンはご用意しておりますので、はい、まあ、それ以外にも1等はね、あと3本別にありますんで、はい、ぜひぜひお楽しみにしながらですね、はい、キコーナのファン感謝デーを楽しんでいただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。東京なんですか、東京もやってるんですか。はい、そうですね、うん、東京と千葉がちょうど日にちが同じだったんですよね。あ、そうですね、はい、まだ千葉だけは20日の日もあるんですけども、はい、東京は19日までと、はい、いう形になっておりますので、はい、新宿府中の2店舗も、はい、もちろん明日明後日ございますので、はい、まあ、お近くの気候なにね、はい、東京と千葉だったら楽しめますんで、はいはい、よろしくお願いいたします。ぜひぜひ。もちろん柏もございますんで、はい、柏もありますよ、はい、皆さん柏もね、ぜひ遊びに行ってください、はい、よろしくお願いします。山ちゃん、最近見るたび肌が綺麗になるよ。肌が綺麗だと。そうですか。はい、2人とも今日ね、ファンカー当たらなかったけど 90K 買った、すげー、おめでとう。ちゃんかわいいが、うん、あちゃん今日は酒場 T シャツ着てないの。着てる着てる、ほら見える、見えるでしょ。はい、松戸もだね。だいぶ伸びてるね。伸びてる、ちょっとこれ使い古したね。松戸もやってますよ。ぜひ松戸も明日明後日やってますね。はい、ダイソンいらないから山ちゃん抱き枕ちょうだい。抱き枕あるのかな、それ抱き枕は今回なかったかな。はい、あそこは酒パイやめたので T シャツ着てないです。やめてないですよ。ということで、本日は、さっきのね、あの山田荘で決まった、009を打っていきます。はい、ビクーがですね、ガロのビクーね、ちょっとね、遠くなっちゃったんで、場所が遠くてちょっとできないので、それ以外の近くにある機種を、私から打ちながらですね、今日は山ちゃんと、出玉対決したいかなと。一応だから当たったら、はい、次の台に行くという、移動できる権利をもらえると、はい、いう感じで、お送りしていきたい。009は一応、はい、確変をノルマにしましょうか。そうですね、やっぱ確変入んないと、はい、台の面白さが伝わらないと思うので、山ちゃんが009を打って、私は最初、CR 銀河乙女のアマデジ、はい、こちらからスタートしていきたいと思いますので、僕はとりあえず2連させなくちゃいけないってことですね。そうそう、そういうこと、時短中に引き戻さないといけない、はい、はい、ということで、今日も1時間よろしくお願いします。
様に支えられて、おかげさまで全国100店舗になりました。地域の皆様に愛されるよう、これからもずっと歩み続けてまいります。街の明かり、心の明かり、キコーナ。はい、ということでね、今ちょっとカメラ位置調整しますんで少々お待ちくださーい。もうちょい左か。はい、じゃあ打っていいですよ、大丈夫ですよ。で、若干右目でお願いします。こんなもんかな、こんなもんでどうでしょう。では、やっちゃいましょうか。はい、お願いします。まあね、1時間しかないんでね、もうサクサクっと当てていきましょう。まあ余裕ですね。よし、じゃあ僕もあの台の方にね、移っていきたいと思います。ちょっと待ってくださいね、ちょっと金が音の寄りすぎてるから。ちょっと寄りすぎか。ちょっと音ちっちゃくないですか。ちょっとちっちゃすぎたね。あ、ビクって甘いの？どうですか。ビクはまあそうですね、甘めは甘めですね。ほほほほほほ。まあ僕もまだ打ってないんでね、ちょっと打ってみたいなとは思うんですけど。よし。あ、じゃあ水曜日やりますか。あ、全然甘デジでもいいですけどね。まあでもやっぱり水戸黄門ちょっとやりたいですね、個人的には。信頼をね、おにぎり次第ですね。まあおにぎりの整理券次第なんですけどね。はい、ということでこんな感じでいきたいと思います。まあ多分ね、もうちょっとしたら当たるから。よいしょ、これでいいかな。はい、よし、じゃあ僕は先に当てますから。よし、頑張ろう。音量、音量。いや、グローブがね、また流れるからね、これ。よし、コメントをちょっと読んでいきたいと思います。私もダイソンいらないから、あっちゃんの抱き枕が欲しいです。いや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 、あっちゃんの抱き枕、僕の抱き枕ですか。まあ寝心地は良さそうですけどね。60回、はよモンキー。ビク、無限の彼方へご一緒に。はい、山ちゃん、時短値は3号でお願いします。音量どうやってあげるんだろう。これ十字キー壊れてるとかありますか。いや、わかんないです。音量が効かないですね。あ、それ後ろかな。でも、ビクって右がケースだよな。キコちゃん、関西が木金休みなんで、関西リスナーがどれだけ来てるかアンケートしてみたらどうですか。木金休み、関西は木金休みで、関東は土日休みなんですよね。あら、そうそう、だからオンリーワンじゃないですか。まあ、なんですけど、視聴数普段と変わらないので、やっぱ関西見てる人は関西を見て、関東見てる人は関東を見るのかなっていう気はしますけどね、個人的には。ね、はい、あちゃん、今日もスマホでコメント頑張って頑張る。秋元才加主役の代打すなら、リアンの主役の代が打ちたい。これ横に行かないんですよね、十字キーが。マジですか。はい、まず何ですか、こう、枠が機能してないですね。あれ、閉まってない。いや、閉まってますけど、まあじゃあちょっと音ちょっと後で見てみますね。はい、これでいきます。カメラ落ちろ。あちゃんと山ちゃん名前が逆。いや、よし、直そう。直そう。ごめんね、やることいっぱいあってね、ごめんなさいね。これこっちだ。はい、ほいほい。ちょっと009ボケてるか、ね。なもかな。はい、009ってこれ保留変化ありましたっけ。あります、ガンガンあります。その009保留が熱いんじゃないかと。確かに。なるほど。名前逆。ビクで PFOG と赤タイトル出たのに外れ、二度と打つか。あちゃん、パッチャーのコメ読み頑張れ、頑張る。09がボケてみる。あ、直しました。09のボタンと十字キーがどこも壊れやすい、壊れすぎだよ、もあった。あとが乙女の方が打ちたいんじゃないの。僕乙女打ってます。先生、何分頃当たりますか。まあ、あと15分ぐらいじゃないですかね。今週はちゃんと1時半までで枠取ってるね、取ってます。あ、はい、いや、変わらなかった。ビク300回回して、ギジさん、1回しか来なかったら多分もう打たない。魔界のマックスが打ちたい。あて頑張れ、モキまだ。今夜も松尾さんにサクサクパンダをおじいちゃんと食べながら見てます。お、いいじゃないですか、家族団らん。
フレッシュの方を読んでいきます。 おじいさま、まだ起きられてるんですね、うん、アブマの方が画質いいからこっち来た、イケメンこっち向いて、あっちゃんこっちの向こう、まあ、こんばんは、さっき TM レボリューションのスペックはいかに良かったかというのを痛感しました。懐かしいね、うん、ありましたね TM、 あ入れて入れて、よし早く打たないと当たらないよ、1時間じゃ当たりますよ。いや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 、アマレジ舐めちゃいかんですよ本当に。プニタマハヨ打て、俺かごめんねごめんね。銀河乙女が当たったら次は 何があるんですか。P4、 ペルソナ4、ペルソナと日暮らし、フーマの 小次郎、まあいろいろ、これあのボタン効かない、ボタン押せないボタン押せないね。こんばんはんばんこ、こんばんは、山ちゃん009も赤じゃなくて金あるからね。あ、金まであるんですね、うん、009もマイマイが好きな台ですね。あつおくさん関西から見て、あ、ありがとうございます。スロット、そう、あの関西の MC のねマイマイが009大好き、ね、おボーナスだったよ。え、あ、違ったモンキーは、モンキーも遠いんすよ、ローデータ島がちょっと違うんでね、今日はちょっとやれない、すいません。日暮らし早い、P4 がいいな、順番に移ってきます、横に。あと、まあ、早いとこ当てちゃってくださいよ。当てますよ、なんか、まあ、なんか1時間後ぐらいに当たるんじゃないの。いやいやいや、もうすぐ当たりましたよ、もう青保留ですから。あったらプライベートじゃあまり打たないでしょ、ほぼ打たないですけど、ダンバインはやります、たまに。あっ、え、009準備ゾーン、でも僕もグレイトってなってますよ保留。あ、もう当たりましたね、もう役物出てきましたんでね、ほら加速装置発動して引き出しで勇気かもう行こう、発動発動発動、マジで超発動じゃん、発動でしょこれ。俺も発動だけど、あれでボタン押せないんだよこれあれ発動しなかった。あのアンケート何だったんだよ。いや、アンケートの1位の機種が009だったんで、009やってます。加速装置が発動しませんでした。はい、僕ちょっと暑そうですよ。またまた、本当に本当に、あっちゃん暑い、マジで。またまた、あとの中ツンツンしてもいい、どうぞ。おいおい、準備ゾーンはカス予告だよ、準備ゾーンガセるからな出せ出せ、もうもうガセたよ、乙女ワンチャンあるで、マジで。いや、超絆ゾーンとかね、こういうとこ入ってくればね。いやー、これ当てたい、当ててすぐ行きたい、隣に009モード、いいかいらんから日暮らし。まあまあ順番にね、まあただ当たらないと次いけないんですけどね。009蝶柄もあるから赤ぐらいで騒いでちゃダメですよ。頼むからこの前みたいに1時ぴったりに回線ぶっちったけはやめてくれ。はい、今日は大丈夫だと思います当てない だと思います。うん、小当たり、ビッグドリームのアマがあるよね、打って。あ、ビッグドリームのアマか、電源入ってないな。ちょ、ボタン押したいんだけどこれ押せないのね、ごめんなさい当たれ当たれ、あー当たった、ありがとうございます。まだまだ簡単簡単、本当に本当に当たりましたよ、ちょっとマジかよ当たりました、ありがとうございます。ちなみに、この銀河乙女はですね、大当たり確率99分の1、確変突入率 50%、 確変継続率が 75% という台となっております。はい、ひみこボーナスでございますよ、ありがとうございます。いやー、簡単ですね、蒲田店、本当に。もう早く22日にならないかな。ボタン操作できないとか、明日は申請中の札貼っとかなきゃ。さすが徳さん、聞こないが、うせても台だけは当てる。ちょっと直んなかったら、でもそうなっちゃいます、ね。そうですね。あれ、山ちゃん。あつくさん、さすがです。あちゃん、おめん、ありがとう。なんでボタン押せない台で選んだんだよ。あちゃん、おめん、ありがとうございます。こんなところで運を使わっちゃう、22日も結果が見えちゃう、ね、いや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 、そうだね、どんどん当てちゃって、違う、どんどん当てちゃってくださいよ。違う違う、この勢いで22日もこれボタン押せないんだって、だから、ね、押したいんだけど、いいよいいよ、21日まではもう鬼の引きをね、うん、もうどんどん放出しちゃってほしいねはい、ということで単発でございますね、これ多分ね。でもボタン押してないからな、ね、22は別にね、運を溜め込む日にしちゃえばいいわけだから。いや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 、大丈夫です大丈夫です、22は22で頑張ります。あっちゃんったら早い。あとくさんはお金が絡んでないとよく当たるよね。そうなんですよ。ほんとそう。こんなところで運を使っちゃう。あ、これ読んだね。日暮らし。まあ、これ終わったら、P4 行って、日暮らし行って。いや、並んであるんで順番に行きます。でも、あれなのかな、みんな日暮らしの方が見たいのかな。あっちゃん、先月も、広尾村前の蒲田放送でシティアンター当てたから負けたんで。
いやそう、そういうね、なんか嫌だね、嫌なジンクスだね、これね。いやいやいや、怖い怖い。良いジンクスですね。あ、リベンジモードということで、だから、あの、時短ですね。時短15回転なんで、これ終わったら移動します。15回転はい。日暮らし、はいよ。そういえば日暮らし2の検定通ったね、早く台が見たいな。あ、日暮らしって新しいの通ったんですか？あ、わかんない。P4 が見たい、P4。じゃあ、P4 行きます。隣なんで。まあまあ、90分の1だからな。まあまあ、まあ、一通りできるんじゃないかなって。山ちゃんもあの009が終わったら、こっちに移動してきて。はいはいはい。両方打てばいいさ。そうそう、もうあとね、あと、もうあと10分じゃない。あと10分で当たっちゃうから。はい、あ、これテロップ変えないといけないのか。これだ、ボタン押したいんだけどさ。あー、押せない。リーチか、青堀。009 いいから日暮らし、あのね、でもアンケート結果ではね、009が1位だったんだよ。そうですよ。そうだよ。だからビッグ行かなかったんだよ。そうそうそう。とちょっと両方離れちゃってるんでね。そう、日暮らし全部楽しみ。今回の島はどんな台がありますか？なでしこ。あ、僕の隣は、うん、あれですよ、戦国恋姫ですよ。あ、恋姫ね。恋姫もね、恋姫でも前回やったからね、はい、あ、ちょっと熱そう、ちょっと熱そう、当たってしまい、え、これボタン連打でパズル完成させたいんだけど連打できない。山ちゃんは時短でも当てないとだから期待してない。赤文字。とりあえずだから一発当ててからが勝負ですね。そうですね。なんか僕は熱そうですよ。またまた。本当に本当に。ちょっと分かる方これ教えてください。緑保留。え、緑って。でも雨だとちょっと緑でもワンチャンスあるかなと思っちゃうね。うん、しかもなんか変わりそうじゃないですか、色が。ちょっと良くなったら、ね、うん、ボタン壊れてるなんて経営戦なの。ごめんなさい、ちょっと夜なんでね、閉店後なんで。和子です、もう当たりましたか？いや、僕は1回もう、あ、私ももう何回か当たったんですけど、弱いかな、弱い。いやでも銀河跡目もね、激アツ外しすごい多いよね。あー、ダメか。もうすぐ歯の治療で抜かないといけないんだけど、2人は歯を抜いたことありますか？歯抜くのはないですね。僕親知らずは抜いたかもしれないですね。めっちゃ痛かった記憶はありますけど。準備ゾーンって全く期待できないね。はい、ということでまだ右打で出てるけど、あ、左打ちね。はい、大移動しまーす。はい、P4 行きまーす。でもね、私苦手なんですよね、009。え？009苦手なんですよ。いや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 、本当ですか？あ、赤まで行ったよ。赤？あ、羽が赤だったよ。うん。あんのかな？ないよね。なんかな？お？あ、ない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 。ちょっとカメラ位置が、ちょっと待ってください。はい、痛い痛い痛い。いや、009がまず完成しないとだもんね、これ、うん、あれ？あ、もうこんな早あっさりなのね。P4、 はい、 P4、 ペルソナまでは人気ですからね。そうですね、ペルソナ。しかもね、そのアマデジな、1個昇級なんですよ、確か。はい、なんでね、出るときはね、うん、すごい出ますよ。あ、マジっすか？はい、一撃ある。はい、うちもな、ま、前2万発ぐらい出ましたから。あ、すごいっすね、アマで。はい、そんだけ出るのは。カメラがこんなもんかな。はい、よし、じゃあ P4 いきまーす。よし、音量、これは聞くかな。音量調整、今の設定だと、今の設定だと、今の設定だと、このぐらいかな。はい、天祭りですか今日は、ということで。そうですね、今日は天祭りですね、はい、タカとかデフォやん。P4 で小当たりしか引かない未来が見える、今なき奥村の台打たなきゃね。山ちゃんは009の中で例えると006ですよね。006? うん、6ってどれだろう。
山田苦手って得意なものないだろ今日一のハズレが見れる神台、30分までに00年当たらなかった日暮らしにと、アツルマコヤマポン来たよいらっしゃい6ってこれ6これあんちゃんでしょおチャンスチャンス先生もう15分になりますがあ SP 一撃2万発も出たんですかはい、池澤さんの好きな台日暮らしもやって日暮らしはやりますやりますだちょっと待っててくださいいやまあ順番ですね順番順番アーマデジなんでね今日はあ赤文字もういやいやいやまさかこんな早くはねさすがに回避したら破天あまあいいですよ引き使っちゃってどんどん使っちゃってくださいねいや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 程よく使いますランクアップいやでも皆さんアマデジは打つんですかねいや打ちますよえ山ちゃん結構打つアマデジ打ちます打ちますあマジですかあんま打たないんですよねでも海系が多いですけどねああ山ちゃん、アマじゃなくてライト打ってないですかライト、うん、その台ライトじゃないんですか当たんないかこれ多分これライトですよあごめんなさいこれライトでしたアマレジです、これ200分の1だからね大変なんすよいや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 99ってめっちゃ書いてあるからこれもうねライトスタイルって書いてあるから勇気聞いたら泣いちゃういやー聞かせたいよ今日こそ水木奈々の曲は聴けますか。え、ゆうって高田久美？違う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 。日暮らしのゆうって曲あるじゃないですか。あ、日暮らしもあるんですか。はい、あ、緑保留来ました。緑保留。はい。緑とか結構ゼロゼロナイン空気ですよね。え？結構空気ですよ。この前チャンス、キャッツのアマで1万5000発一撃だったよ。アマ舐めちゃいかん。すごいな。あ、黄色保留。ダメだよこれ、アマは最近ガルパンとジョーズを打っているあー分かるね当たっちNG コメントです小林さんちのどん面倒ラゴンおあもう平和のアマって面白いの多い印象があるあ平和はやっぱ上手ですよねああ平和といえばあれですねルパンのアマデジも出ますからねあ出るんですかはいもうすぐ来月末ぐらいかなあじゃあもう結構すぐですねいや嘘今月末かなえ今月はいあじゃあもう2月の、ね、末ぐらいに多分出る予定ですね、はい、なるほど P4 よく打っては2万発は出なかったけど一撃1万5000発は出たすごいおいやね出るんですよ本当そのいつは確かなんかラウンド振り分けがそう16ラウンド 20% とかあるのね連中でだやっぱね、うん、ただまあやっぱ通常時がね1個戻しなんで、はい、そこだけがちょっとやっぱきついポイントではありますけどそうですねでも当たってしまえばやっぱっていうのはやっぱね、うん、一撃性はやっぱ高いですよね、うん日暮らしの優を知らないとか池田さんにやられるよ完全私の中で U は高田組でしたけど乙女3アマをやったのがパチとの出会いだったおー乙女3乙女3ってどういうやつでしたっけ今のは 4? 今のは 4? んあ、だから乙女3って多分なんの初代の乙女じゃなくてかな2 3わかんないでもまあ打ってはいるんだけど覚えてない今回のルパン人気なかったねそうですかねそうですかそんなこともないとは思うんですけどはいはいはいロード・オブ・バーミリオンも打てスロットだし山岡早く日暮らしに移動しろよ山岡って誰だよ君たちまだ おいしんぼですよまだお店で遊んでるのバイ預けんいや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 遊んでないでしょ、今まで打ったアマで好きなのは何ですかアマで好きなの、うん、あのケージのアマデジとか好きでしたねあケージね
アツマ本物か、ルアマルパンっていっぱいトリガー引けるじゃないか。あー銃ねそうですよ、山岡志郎とあれなんかチャンスって出てる、隠してついてたと思いますか。このまま一時を迎える気がする。いやそんなことない。あんま打たないけどどれくらい投資するもんなんですか。いやでもやっぱ2万ぐらい使ったら結構もう無理かなって思っちゃいますけどね。まあそうですね、あんま最強は化け物語。ああ確かに、あーわかるね。あーあれえいと止まりなんだよアマで万発出すとすごいやってやった気持ちになる。確かに山ちゃん009苦手なんですねって言ってたけど、何だったら得意なの。やっぱリーチですか。え、いやいやいや、でもまあ苦手でも当たることは当たるからアマでも当たらないお店はどこですか。あ、聞こえない戸塚店でございますねはい、山ちゃん、王将入れないんですか。王将はねもう買えないですね。うん、昔の釣り吉三平アマが好きだった。釣り吉三平ね、緑はマックスで 不評な台でもアマで化けるのが多い。あでもそれは、ね、釣り吉って豊丸のやつか。うん、あ渡るよかった、マシン油田渡る30分超えたから日暮らしに。アマは最初の500円で当たるかもという期待がある。わかるわかる。とりあえずなんかね、その1万円以内に当てて、うん、なんか3000発ぐらい出たらちょっと気が楽ですよね。まあまあ確かにそうですね。あー疑似さんしてくんねえかな、うん、なんか今日のカボタ放送コメゆっくりであとは読みやすそうですね、ちょうどいいです。山田さんは根本のケイデンスについてどう思いますか。なんすかケイデンスって。ケイデンスを知らないんですか。まずあれですよ、1分間に、タイヤを回す、自転車を漕ぐ、速度、1分間でぐる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 自転車漕ぐじゃないですか、はいはいはい、あれの速度ですね、何回回せるかみたいな。あ、そんなのあるんですね。弱虫ペダル見てくださいそれ何回ぐらいなんですか。わかんないけど、主人公に、首相の近所が小野田ケイデンスを30上げろって言うんですよ。1分間で30回回すのを早くしろみたいな山ちゃん、かまど店でがお客さんでいっぱいになる方法を教えてあげるね、はい、4円で貸して8円で買い戻すんだよ日暮らしは早う見せろごら、そんなに見たいんですか。ちょっと待ってくださいよ。じゃあ早くペルソナ当ててくださいよ。はい、ちょっと待ってください。ケイデンスを知らないとは困った山ちゃんだ。009の位置嫌いです。場所ってこと。001 009の場所が嫌いらしいです。場所が、うん、どっちだろう、ライトミドル、わかんないですけど。山田さんと厚木さんはツールドフランスに参加してください。アベマで仮面ライダーアマー好きってコメントあるよ。あーマジですか。ちょっとアベマまではちょっとコメントね、携帯なんで見えないんでごめんなさい。あ加速装置、あ俺もなんかちょっと熱そう、これ来たんじゃない。うん、いや俺の方が来ますよ。いやいやいや止まるわけないよ。いや俺の方が来てそうですよ。もう当てる気ない山田、風水的に良くないとか。あ山ちゃん、小当たりばっかり。あ、でかい来た、おーい、なんか発生した、来た発生した。あと熱い、マジでほら超009だもん。マジで応援中。いや、俺も熱いですから。あと当たるな、ペン。あれ、ええいや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 、え嘘それが009です。なにこれ超がついた。ピンクヒョウ柄出た、来ました。ピンクヨガラ外れますよ。太陽エレックのピンクヨガラ外れますよ。いや当たりますよ、ダセー山ちゃん当たったな。ダセー、家族でレジを出したことある。ダセーダセーわらダセー、それは熱くないもん。よし移動だ、ダセー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 、俺は当たりそうですよこれ。本当に炊飯器のタイマーみたいな仕込みだ。
あっちゃんあたるの山田さんにタレコミ教えるけど根本は自転車レースで自分を追い抜いたやつのシャツを掴んで掴んでない。アマでもダサいとかさすが職人ですね。アトラクファイト頑張るよ。あっちゃんまた運使っちゃったよ。山ちゃん恥ずかしい、ダセえ、言えん。今の山ちゃんの演出めっちゃ熱かったぞ。いや熱いっすよあれ。山ちゃんダサすぎて言葉にもなりませんまだ。いやだって加速装置でて、うん、なんか超009応援中みたいなことで出たのでさ、うん、早くひくらし、これ当ててひくらし行きますんで。あ、赤い、おい当たりました、ありがとうございます。なんだよなんだよ2代目。アマでも出せ、さすが先生尊敬します。ある意味見せ場作りましたな。山ちゃん009打って大正解ですね。アトロクチャリ乗れる乗れる。山ちゃんは期待を裏切らない。あちゃんおめえおめえありがとうございます。これやべえな。一応確変突入率 72% ということですね。すごい。あちゃんアトロクさんと小野田くんのコスプレしながら打ってるんです。山田とは違いますね。どっかの山田さん、山田とは違うね。さすがアトロクさんありがとうございます。いやーいいね、アマデジってこんなにすぐ当たるんだな。当たらないんですけどやっぱ99分の1なんてね、やっぱり本当に軽いですね、ちょろいですね。山田さん何してるんですか。いやおかしいんですよあちゃんアマって簡単だね山田君。このピーノが当たっても役目なくなってますか。僕らこれごめんなさい、アマじゃないんですよやっぱりアマです。あそこからロード専門のセットと、このピーボーの当たった、あこれ読んだね、誰も左画面を見てないけど早く003モード見せてください。さすがサクサクバナニの圧力さん、サクサク当たりますね、当たりますね。山ちゃんもう明日から島田に改名しろ。山ちゃんかわいそすぎて笑える。圧力さん P4 のロゴ落下が見たいです、ありがとう。見たかったんです、ありがとう。山田さん仕事をしよう。じゃあこれバトル一回勝ったら日暮らし行きましょうか。まあ負けますけどね。いやいや勝ちますけどね。あつらかちょろいとか言うんだ、ちょろいですよもう。一番ちょろいのかまったってんですからね、皆さん遊び来た方がいいですよ。山田もういいから帰れ。いや当てて当ててもらわないとね、やっぱりしっかり。いやーこれでもやばいね、うん、お P4 面白いな、また打ちたくなっちゃった。打ってくださいよ。お、あーよかった。山田前回簡単簡単言った罰だな。え、前回何を言いましたっけ。前回あれですよ、カサス。あ、そうだそうだ、うん、カサス当たったっけ。当たりましたよ最後で、放送が切れて、ああ、ああ、そうだそうだなった、そうそう。山ちゃん紅茶家電買ってこい。山ちゃん前回みたいに放送終了間際に当ててまた20分延長でしょあとはチョロインってことで OK。 あ、1転敗とかどうなの、これいいんじゃない。あ、それ単発ですね山ちゃん山田主任と交代したら山ちゃんこの差は何だろうね。山田さんと根本さんは毒針に心当たりありますか。ないですね。今からカール食べたら太りますか。いや、どんどん食べよう。カール美味しいよね。美味しいね。あちゃんボスを倒すと16ラウンド確定だよ。あ、これ倒せば16ラウンドなんだ、なるほど。5分の1。うん、5分の1倒したいな。あ、先手取った、チャンス。持つものと持たざるものの差がこれか。今引きを使ったら22インチ。あー連打、あー強いこいつ。あー残念。あちゃんそれボスじゃない、なるほど。いいよ。お、お願いします。おい、勝ったー、当たりました。16なんですか。16じゃないですね、ボツじゃないっぽいです。あ、はい、
山ちゃん、全国の山田さんの質を落としていることに謝りなさい。早く終わって日暮らし行けよって。ごめんなさい。じゃあ終わったり消化したら日暮らし行きます。つえ続くな。009長押しで連打できるよ。あ、そうなんですね。かっけえ日暮らし。あ、じゃあこれ消化して日暮らし行きます。4ラウンドかなこれ多分。有言実行の男は白かもよ。お日暮らし来たー。お待たせしました、日暮らし行きます。な、何気に根強いんですねやっぱり日暮らしとかはね。はいはい、ということで山田が P4 を打っとけよ。いや局外。なるほど。じゃあイグラシ行ってみます。これかれこれもう200回転以上回してるんですけど、ええ、全然当たらないですね。はい、じゃあ行きます。山ちゃんまだ打ってるのか。もう40分だぞ。日暮らし置いてあるから蒲田店好きって言える。なるほど、ありがとうございます。あ、ちょっと台の音大きいかもしれないです。先生、アマ1台にそんなに投資してもいいんでしょうか。大丈夫ですよ。009はね、やっぱ一発入れてしまえばっていうところありますから。まあまあまあ、山ちゃん安心してください。あっちゃんがどんどん引き使ってます。ああ、そうですね。どん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 移動してください。日暮らしは世界観が低すぎるので自分は全く最初から緑。おう、赤いけ、赤赤に変われよ。しまで変われます。え、変わんねえよ。画面ずれてる、マジで。どっちの、ああ。こんなもんかな。こんなもんで OK かな。大丈夫かな。はい、毎回が毎回。先生真面目に連打してください。 OKOK、 よいしょ。日暮らし1画面でいいよ。やった。日暮らしの漫画マジでたまん、たまんねえよ。あ、そんな面白いんだ。あれですか。あそこ22日の分も今日当てておこう。どうせ22日当たらないよ。当たるよ。カメラ移動が雑よ。ごめんなさいね。日暮らしでも、あ、ごめんなさい。この辺なんかすごい音しましたけど。でも緑保留があります。あ、赤保留に変わった。おかしいよそれ。こっちは緑から変わんないよ。赤保留来ました。日暮らし噂あります。この次、これが赤保留。はい、マジかよ。熱い。ゆっくりしていてくれよなと池田さん言ってましたね。お持ち帰り。あー、覚えてるもんだな。何人か。ちなみに日暮らし 99.7 分の1、確変突入率 70%。 頑張れ。よし、議事さん、議事さん。山ちゃんなんて仲間なんかじゃない。嘘だ、弱い。あ、金だよ。でもほら、金金。え、枠がなんか充電すればそれでも優が聞ける。はい、池田さんの思いが詰まった台だもんな。思った、最高の仲間たち。コンプレックスイマージン好き。あ、もちろん。あ、なた。え、あなた。いや、まだですね。まあそれ当たんないよ。イエーイ、池田さん見てる。山田先生、得意のオカルトを発動してください。オカルトですか。はい、4通弱い弱い。レナ、かわいい。きっとみんなに迷惑をかける。私たちは仲間という名の家族じゃありませんか。佐藤
クの言う通りなのです。私たちがレナを守るから。俺たちを信じろ、まだ間に合う。やばいな、これなこと何も起きないな。これ次当たったら風魔の小次郎。早いね。え、今何、今3代目。ああ、3代目外れました。まあそうだよ、そうだよ。わかんないけど3度目の正直ですよ。たまんねえぜ。圧力に針入りおはぎ、あ、やる、いらない。ああダメかな。ああダッセダッセ。残念。ということでね、外れましたね。嘘だ。これは、嘘だで復活期待するから、うん、緑文字だったのが弱い気がする。なるほどなるほど。全回転出すためにわざと外したんですね。さすがです、圧力さん。いや、もう早く当てたいね。しゃあない流れ。人の不幸を笑うから当たらないんじゃないですか。全然。いいな、やっぱりうるさいだけだった。そうですね。まあでも言っても99分の1なんで。さっき出たよ。さっき出たって、それ、おい、右か見大すぎる、ん、右か見大すぎる、アイグラシか、赤保留の上にテントウムシとダイナマイト保留があるから。あ、そうだ、テントウムシ保留があるね。あったわあったわ、懐かしいわ。日暮らしは疑似さんより疑似1から嘘だの方が強い。あー、みんな何気に打ち込んでますな。すごいですね。赤尾も来てないやつが騒ぐな。今日のお題、人格補正ありですか。大と喧嘩してどうする、圧力。ちなみに疑似2から嘘だは確定レベル。ちょっとこれこれなんでこんな来ないのかな。まあでも009あるあるじゃないですか。意外にはまり深かったりしますよね。まあね、当たるとき、まあね、当たるときは結構ポンポンと当たっちゃうんですけどね。先生生きてますか。なんとか生きてます、ね、はい。山ちゃんもうライト打たないでいいよ、いいよ。ダイは友達。じゃあそろそろアマデジに移りましょうか。日暮らし漫画全部見直そうかな。おー、いいんじゃないですかね。まあじゃあね、アマネジですよ、次。次はアマネジ。これね、赤保留だから。お、赤保留来たから。マジで来たから。サンフランシスカの死が3回続くと、いっぱい楽しく遊びましょうです。イエス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 。たとえ打ち手の性格、ひとえに打ち手の性格が出てる。さあ、ギリさんしちゃおう、ギリさん。日暮らし枠、今見たら値段2万とかなっててくさ。おー、009保留だ。マジで、これは超熱そう。赤来た来た、ありがとうございます。ようやく当たりましたよ、これ、はい、ほぼカマトのスペックはボイスで変化するんです。アマに移動した赤保留が来るの早いですね、先生。早い早い、やっぱアマは早いよ。外れろ。山ちゃんついに来る。これはね、当たるよ先生。熱い、やっと見せ場来たね、山ちゃん。やっと来ましたよ、はい、完成して、ダダ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 ガシャッ。おい先生来たー。あれ、ほら、下からもね、下からも来てよ。はい、あれ、何これ、あれ、アクセレーション大丈夫ですか。あ、これ、そういうことね、そういうことね。掃除、はい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 。で、009がほらもう当たりだよ、こんなもん。星 4.5 ですから。マジですか。はいはいはい。ようやく来ましたね、じゃあ。ようやく来ましたよ、これ、うん、熱い熱い。これたまに外れるんだよな。ボタン長押しして。いやいや、外れない外れない。山田くっそ熱い。これは当たるよ。あとカットイン次第だ。ほら、赤だもん。ドバイ激走は早々外れないよ。
これはもらいました。マジですか。赤文字になったし、はい、ようやくですね。しょうがらカットイン無理じゃない。え、ほら稲妻から稲妻から。え、嘘。え、来た。え、どっち大空気読めよ。どっちどっち。復活あるよねこれ。え、復活あんだよね。本当あるとは思いますけど。だほらあったあった。あぶねえ、あぶねえ。びっくりした。おめでとうございます。そりゃそうだよ、ね、うん、ちなみに、あの時短何回転なんですか。時短は70回転ですね。70回転で99分の1。はい、あ、楽勝ですね。じゃあもう楽勝です。オッケーオッケー。くっそ、びっくりした。おめえギリギリだったな。ちょっと焦りましたね。003モードお願いします。ダサくあって欲しかったな。だから009はここからが本当の勝負。まあそうですね、ギリギリ。あ、003モード、はい、はい、003でいきますよ。山ちゃん普通に焦ってたやん。わら先生、これは何回くらい連チャンするんですか。これはもう止まんないですよ。もう、ああ、もう最後まで。ていうかもう50分なの。いや、日暮らし当てたいな。009は初当たりがスタートライン。うん、まあね、この時間中にもう一回当てないといけないから。もう一回当てないしちゃうからね。お持ち帰り。やめて、アーマーに移動してオスイチだったね。そうですね。やっぱアーマーは早いね。ああ、時短、緑、え、時短かけなきゃいけなかった。マジでマジでマジで。いや、いいですよいいですよ、任せといて。あとはクッキー呼んで最後の3分で勇気かせてくれ。003モードで、え、これ7点敗だけど。え、もう激アツじゃないのそれ。あ、でも7じゃないよね、9だよね。009は9図柄だよ確か、7じゃなくて。アマはやっぱり簡単ですね。遅い位置だったから。ダメだろ、ね、あ、綿流し 3.5、 はい、エアロビで009は9だぞ、9だぞ。時短中の7点激アツだよ。本当に本当に分かんない。これでイクラシ当たればいい終わり、うん、ワンちゃん保留変われ、厳しい。おーい。いやー、ダメかな。復活あるよね。ないか。時短と ST 中の7点はかなりのチャンスアップ。マジマジっすか。嘘だ。7点俺は当てたよ。7はちょっとチャンス。なるほど。まあまあまだね、50回転以上あるから、うんうん、いや、当てたいな、イグラシ。サトコかわいい。ボタンがでかいけど。イグラシも綿流しの上に雷雲あるからね。あ、そうなのね。あー、ちょっと微妙だな。9点ならデカボタンだった。どの003が好きですか。どの003っていうのは分かんない。いやー、青だし。ちょっと飲み物を。エアロビは無理。イグラス近所にないからいいな。
格好やろ、コスプレの格好何がいいですか、003の。あー何があるんだろう、エアロビーとかそういうんじゃないですか、水泳とか。やっぱりスイミングじゃないとね、暑いはずだけど山田くんだからな。仕事終わってやっと帰ってきました、お帰りなさい、お帰りなさい、最初から見たいから早めに YouTube に上げてね、了解しました。全裸の003なら確定、全裸とかないでしょいやーこれまずいね、まずい、半分来ちゃったからはい、逃がしちゃう、わっ体温激アツ、マジで来たよこれ、当て当てて当てたい、全然なの003に限定取ると。私もアーマン打ってみようかな、おすすめありますか。いやーぜひ鎌田に来て、ゼロゼロないんですね、この島打ってください、この島なんだよ。でもキャッツアイとか面白いですよ、また7点スイミング、よっしゃ、山ちゃん来たぞ、来たよこれ、山ちゃん来たぞ、これ来たよまた7点してるわら、今回の7はねもらいましたよ。日暮らしの7点はダメなの、 500m 日暮らしの7点は、日暮らしの7点はない、スイミング熱い、最近当たっても学園取れないんですが何かコツありますか。止まれクマ、あ、クマ止まった、よっしゃー、当たりもらいました、俺なんかレインボーになってる、俺当たり、ありがとうございます、当たりました、俺も当たります、これえ、俺も当たる、ほらほらほら、え、なんかこれなんか何疑似してんだか分かんない、あ、ダメ、いやー簡単だね、全回転来い、全回転、簡単だよこれ、うん、てか全回転、あ、ブルッと、え、マジですか、あ、本当だ、ビタ止まりした、ビタ止まり、うん、 7点でイエス、気持ちいいねこれ、マジで全回転、え、何奈落の罠、コンプレックス、コンプレックスイマージュあったっけ、ああ言うなかったよ、山ちゃん、はい、ちゃんと連チャンさせてくださいね、ああ、余裕ですよ、奈落の山田、山ちゃん、あっちゃんの当たりで嬉しそうじゃないのかいやでもね、今きっと面白いところですよ絶対それ、いやもうね自分が当たったからね、うん、うん、うまい、あつらあれこれしかもなんか長くない、ええ、これ16ラウンドなんじゃないの、マジっすか、うまい、山ちゃんあったの当たり、あーこれ読んだの、あと2分で2人とも当たるとか枠調整オッズだ、全回転来るかと思って来なかったね、延長ボタン忘れないでね、はい、おはぎリバースの未来で、プレイスオブピリオド、次当たったです、はい、プレイスオブ、こんなのに喋る、あ、13ラウンドでしたね、はい、日暮らし終わるまで延長、あそこまで行ったら日暮らし全回転来てよね、いや加速ラッシュは面白いね、面白い、なんかナタある、ナタある、ちなみに加速ラッシュ中はですね、はい、アマデジなんで、はい、47分の1かな、47分の1、はい、47分の1を70回転で引けばいいと、なるほど、まあ今99分の1を引いたんでね、はい、
これやばそうじゃない？これなんかやばそうだ。イグラシの加速装置と加速ラッシュかぶせてるんですか？いや、たまたまです。イグラシ音を聞いて009の音が聞こえない。あ、音を大きくしてもらいます。009音大きく？はい。これダメじゃない？池田さん以来の神回になれる可能性がある。イグラシは終わった。マジか。イグラシ終わった。10連目指そう。充電できるよね。あとした時間的にきついよね。あれ、あ、あ、あ、ダメだ。これ来たな。これ来た。これ来た。これ来た。加速装置当たり。あぶねえ。これ当たりだよ。文字変化なし。いや、イエス。はい、おめでとうございます。次のひなみずまを探しに行くことにするの。簡単簡単。ひなみさん、ああ、終わっちゃった。300か。くっそ、奇数うめえ。お、終わるの早い。お、時短10回しかないんだこれ。ああ、 70% なのに悔しいな。なんか日暮らし懐かしい。また打ちたいよ。そういう方はぜひ蒲田に来てください。浜田寺のね、日暮らしありますから。今回が何かが違うって感じてる。何が違うの？山ちゃん奇数からだから300発じゃないよ。なるほどね。山ちゃん時代が来たよ。来ましたね。日暮らし文字青だったから潜伏持つと、まあ優しいサイボーグになりましたから。先生さすがですね。いや、簡単ですね。来週も行くらしだな。あーちゃんの台は時間が読めるだろ。あー、終わっちゃった。やっぱプレタンだったな。さあさあら、連チャンさせましょう、うん、お願いしますよ。時間だけ大丈夫か、みんな。あら、もうテンパイしちゃったの？ああ、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 緑、うん、お、3回目、4回目、5回目。これはもうもらったね。あれ、あー、え、よし、テンパイしないの？この曲って009だったんだ。日暮らし打ってリスナーに勇気聞かせるしかないね。もう、いや、聞かせたいけど。日暮らしまた当てて、山ちゃんが終わったら、じゃあそこで終わりにしましょう。おはぎ食べたら大当たりというのが新鮮だったな。009も2000発オーバーって早いな。さっきね、13ラウンド引いたんですよ。はい、加入。今度の放送は水戸黄門じゃなくて日暮らしで。いや、奥すぎてね。あ、日暮らし音がでかすぎて009が聞こえない。色変わってくれよ、色変わってくれよ、色変わるよ。これ隠してれば。いや、青だし。俺の声が大きくなる。わー、当たった。はい、来ました。おめでとうございます。簡単。日暮らしが大きいんじゃなくて009がちっちゃいんじゃないの？音、音を上げれます？これね、一回だから保留なくさなくちゃ。なるほど。
去年の夏に009のロシアの戸塚であんちゃんとやったよね。懐かしいな。あったかも。あったね、山ちゃん終わる ね。何年009いいね。いや今 4年目ですね、はい。まあ皆さん見たい機種はいろいろありますからね。山ちゃん何飲んでんの？あ、コーヒー飲んでました。コーヒー。へそ保留ないから消化して音を上げたらいい。レインボー綺麗だね。1位でやめなくても良くなったんですか。ちょっとね連チャしてるんで、それだけ取り切ったらやめます。009の V 入賞したとき気持ちがいい。あーしれっと2位まで。しれっとね。ちょっと音を上げときます。はい、お願いします。でも日暮らしってライトミドルとかもありましたもんね。録画は1時まで。グローブ聞こえるようになった、ありがとう。はい、よかったです。青堀日暮らしマックスで32年したのはいい思い出。すげえな。浜岳でタムレがでライトからはいただき、ああ、山田は当てるのが遅いのです。ああグローブだ。グローブですね。グローブ、グローブ。初めて日暮らし打った時3万玉出たのはいい思い出。すごいな。みんななんだかんだやばいやばいやばい。え、もうあと25回転しかない。いやーやばい。お、来たか。山ちゃんもう最初からあんま打ってたらもう15年ぐらいしてるよね。ほんとですよ。やっぱライトミドル打ったらいけなかった。やばい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 、残り10回で。昨日のお店はダンマイン最後の1回転で当ててたよ。あ、松戸ね。終わっちゃうよ山ちゃん。テンパれ。止まれ止まれ。あー、おー、テンパイちゃん。え、大丈夫。テンパイテンパイ倒しまえ。昨日は誰が出てたんですか。昨日は新しい、カオル先生とあとはアゴダンディ。ああ、ああ、ダメか。テンパイテンパイテンパイ、うん、残り2回転厳しいですか。終わったら最後は絶対テンパイする。カオル先生はイケメンだった、うん、いや
日暮らし暑い本当にラストラストいやこれ無理じゃん防護欲しか一番強いよこの攻撃パイプだ、うん、4連チャンですねあでもボタンブルッと4連チャンああ倒れちまった山田どの口が当たるの簡単って言ってんだそうだ雨で突っ張ると回収できないお店はどこですか4連チャンで終わりでございますでもまあ13ラウンドとかが絡んだから、まあまあ、払い出し一応2700でしたからね、山田先生お疲れ様でしたお疲れ様でしたまあまずまずですかね、うん、どうして嘘をつくのかなかなまあ平均くらい出たねそうですね奈良公あ日暮らし4通の流れなんででもそれだけじゃダメだよ野菜も食べなきゃだからケイチ君ここを開けてねえ怖いよねこれケイチ君開けてよ日暮らし、うん、あー残念レナタン怖いよんんんあこれは4ラウンド4通これアニメでこう見たとき怖かった地震暗記モード先生次の当たりは何小当たりだね小当たり小当たりですねはい潜伏してるかもねゾーン小当たりアニメでここ見たとああこれ読んだでもまあカウンター上がってないんでねじゃあ小当たりですねじゃあエンディングいきましょうかお疲れ様ですお疲れ様ですよしまあまあ程よかったんじゃないですかまあ君いい具合に終わりましたねいい具合よしこんなのかなはいよしまあまあなんとか当てられてよかったですよそうっすねでやっぱ1時間早いね早いですよもう気づいたら終わっちゃいますからはいということでお疲れ様でしたお疲れ様でしたはい、まあまあ今日は2人ともねとりあえず当たりは見せたかなという感じだったんでね、うん、まあ良かったかなと思いますまあ蒲田店本当にねあの仙台ありますから、はい、いろんな古い台とか、今日売ったねまだ置いてありますね、はい、まだいろいろありますのでぜひねあの遊びに来た時には、はい、こういうレアな台とかも売ってですね遊んでいただければいいかなと思いますね。はい。消化不良、おつおつ、ずっと見てたいわ。日暮らしね、次回はずっと日暮らしやってください。やっぱり1時間短い。山田ずいぶん痩せたな。優が流れなかったからやり直し。あっという間だった。久々の日暮らしだけの放送が見たい。ああ。日暮らしすごい、ね、すごい人気ですね。すごいね。じゃあ、まあ、特化してやってもいいかもしれないですね。はい、1時間ずっとね。そうですね。うん。また古い台配信をやろう。いや、日暮らしだけでいい。そんなに好きですか。あと、ブラックラグーンとかも、はい。ありますわね。あ、そうですね、うん。まあでも本当にレアなのいっぱいある感じしますんで。ありますあります。まあでも春日とか久々に打ったら面白いと思いますしね。確かに。うん。お疲れ様でした。また昼放送で会いましょう。あ、ありがとうございます。22日水曜日、また蒲田店から放送ありますので、ぜひ見ていただければと思います。はい、来れる方はね、遊びに来てください。またアンケート。ちょっと平日ですけどね。そうですね。水曜日。まあまあ。はい。お昼過ぎとかでも結構です、ね。うんうんうん。はい。まあまあね、お仕事帰りにね。寄っていただいても、はい、あれ僕はいないんですけどもまあね連チャンしてたらなんかね、はい、なぜかそういう時だけいるみたいなこと言いますからそれはねやりたいまあまあ、ね、連チャンしてても4時で終了しますからブラクラ見たいブラクラ軍やろうとまあまあその辺はまたね次回の放送の時に、また、2週間後になりますので、普通のそうです、ね、この通常放送はね、ぜひ見ていただければ3月入っちゃう3月入っちゃいますね、はい、まあまあでもまあ2月22いつだ
だから今日が17なんで、もう3月頭っすね。あ、そうですね。はい、になります。ぜひまた次回も見ていただければ、はい、と思います。よろしくお願いします。僕はもう飲んでるよ、バイアズケン。次回はブラックラット日暮らしだね。場所的に無理ですか？隣のしますね。あ、じゃあちょっと厳しいかなって感じはしますね。おブラック次週はでも、うん、あでもその週だったらあれですね、うん、スロットのモンキーとかも入ってるんですね。あ、モンキーターンね。あとはあれですよ、だからルパンの、はい、アマが入ったりしてるかもな。はい、しれっと寝台打ってそうだよな次回。まあまあでも寝台を見たいという声も多いんでね。そうですね。まあまあその辺ちょっとね、全員の意見をこう採用するとですね、もう何打ったらいいか分かんない状態になりますので、まあ、適度に、我々の方でね、あの方向を修正していきますんでね。その辺はちょっとご了承いただければと思いますんで、また次回の放送もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ということで本日はこの辺でお別れしたいと思います。また次回の放送でお会いしましょう。はい、さよなら。明日からもファンガン来てね。バイバイ。久しぶりに彼女に会いに来た。おかえり。最近どう？粛々と生きてます。相変わらずだね。で、なんで来たの？なんとなく。前も言ってた。キコーナ。